こんにちは、まさとです。今回は中国がミャンマーを経済的に取り込みたい理由について解説していきます。2021年2月1日、ミャンマー国軍によってクーデターが起こされました。その結果、ミャンマーの政権は国軍に乗っ取られました。その後中国がミャンマーに入り込むのを狙っているとか、国軍を支援する気なのではないかとか、メディアの中で囁かれました。もしそれが本当だとするならば、なぜ中国がミャンマーを取り込みたいのでしょうか。それを解説していきます。中国にはある野望計画があるのです。それが一帯一路構想であり、中国の行動を理解するには必須の知識です。この構想は中国とヨーロッパ方面の国々を経済的に結ぶという構想です。巨大な経済圏を中国は作ろうとしています。西側の国々と貿易や取引を行って、経済的な繁栄を目指しています。取引を行いやすくするために、関係する国々の高速道路の建設や、通信網の整備に中国は動いているんですね。そしてミャンマーの位置に注目をしてください。まずミャンマーは中国に隣接しています。そしてミャンマーは中国と西側諸国の間に位置している国ですね。中国は一帯一路で世界をつないでいくには、ミャンマーが乗ってくれるのと乗ってくれないのではつながり方の強さが全く違ってきます。例えばミャンマーの中に高速道路や石油のパイプラインを通すことができれば、西の方からインド洋を通ってミャンマーに物資を上陸させることができます。そしてその運んできた物資を高速道路やパイプラインを使って中国まで運搬することができます。原料を諸外国から取り寄せ、中国国内で製品を作り、そしてまたその作った商品を諸外国に販売することが容易になります。しかしミャンマーがつながってくれなかったら、インド洋まで中国企業が出ることはできなくなります。物資の流れはミャンマーがいるのといないのではまるで違ってくるわけですね。ちなみに中国とミャンマーを高速道路や鉄道でつないでいくプロジェクトが存在しています。それが中国ミャンマー経済回廊です。この中国ミャンマー経済回廊というのは、2017年12月にミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問と中国の習近平国家主席との間で合意されました。具体的には中国雲南省昆明とミャンマー最大の経済都市ヤンゴンとラカイン州のチャオピューを高速道路と鉄道で結びます。チャオピューという都市は経済的に大事なところなんですね。チャオピューの沖合にシュエ海洋ガス田という天然ガスが取れるところがあるんですね。ここで取れた天然ガスと中東産の原油を運ぶためのパイプラインがあります。チャオピューはそのスタート地点になるわけです。ここから中国雲南省昆明にまで天然ガス、原油、様々な物資をミャンマー経由で中国に持ってこようというわけです。もっと言うと、ミャンマーとつながることができなかったら、こういうことができなくなるから中国はミャンマーを取り込みたいわけです。それで実際開発は現在進んでいて、2015年12月30日には中国の国有企業である中国中心集団がこのチャオピューの大規模港湾と工業団地の開発権を取得しています。それで高速道路の建設に関してですが、これに関しては本当に大変ですね。中国とミャンマーの国境付近って地形の起伏がすごいんです。平らなところだったら作りやすいんですけど、デコボコなんで橋とかトンネルをたくさん作らないと開通することができないんですね。そうするとやはりとんでもない費用がかかってきます。特に今ミャンマーは内戦ともいえる状態で、ミャンマーのいろんなところで戦闘が起こっています。なので経済状況はかなり悲惨です。そうするとこれらの建設には中国がミャンマーに相当な大金を融資しているわけですけど、ミャンマーが中国にお金を返済できるのかということが問題になってきます。返済できない場合、ミャンマー国内にある高速道路や鉄道パイプラインが中国企業に差し押さえられてしまう可能性があります。こういう感じで発展途上国を借金漬けにして施設やインフラを取り上げてしまうことを中国の債務の罠と言います。こういう形で中国は経済的に他国を支配するような動きを見せているんです。これを新植民地主義とかって呼んだりもしますね。このようにご覧いただいたように、ミャンマーは中国にとって経済的には要所なのです。当然中国としてはミャンマーを取り込みたいに決まってますよね。さらに中国はアメリカと対立しています。覇権争いをしていて相当に関係が悪いです。米中新冷戦と言われるような状態ですからね。今後可能性は低いですが、中国とアメリカが戦争になった場合、ミャンマーは中国にとって重要な地域となります。なぜならアメリカにマラッカ海峡を封鎖されてしまうと、中国沿岸部に西側の方からインド洋を通って運んできた物資を供給することができなくなってしまうからです。ミャンマーを通って輸送することができれば、マラッカ海峡を封鎖されたとしても問題ありません。なので余計にミャンマーを取り込みたいはずです。2021年2月1日にミャンマー
マー国軍はクーデターを起こしました。その後ミャンマー国軍が政権を奪い取っています。2011年の民政移管よりも前、ミャンマーは軍事政権でした。この時中国とロシアはミャンマー国軍と取引をしていました。なので2021年ミャンマー軍事クーデター以降、ミャンマー国軍と中国は取引をしたり援助したりするのではないかというふうに思われていました。しかし現在のところあまり表立ってそういう行動は見せていません。ミャンマーの国民は軍事クーデターを起こした国軍に激怒しています。なので昔ミャンマー国軍と取引をしていた中国に対しても矛先が向いているわけです。9月5日、ミャンマー中部マンダレー近郊で中国に天然ガスを供給するパイプラインの関連施設が攻撃を受けています。この施設は中国企業が関係していますが、市民の中国への反感感情からこういった事件が起こったのではないかと思われています。そういう感情を中国は理解しているので、国軍とべったりな関係は露骨には見せていません。欧米諸国はミャンマー国軍への中国の介入を心配していますが、今のところ意外と動けない状況なのではないでしょうか。いずれにせよミャンマーは中国に対して多くの利益をもたらす国です。時が来れば動き出す可能性もありますよね。また何かあれば情報は発信していきたいと思います。当チャンネルでは世界や日本の社会に関する情報を多く発信しています。現代社会を読み解く上で必須の知識をできる限り分かりやすくお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回は以上です。別の動画でお会いしましょう。ではまた。